はい、皆さんこんにちは、エルザです。今回はもしかしたら相性抜群かもしれないトラストで逆境ギアをやっていきたいと思います。まあ、逆境ギアと聞いて、まあ、声が使うとね、似た枠じゃないかと思われることが多いのかなと思います。まあ、味方批判とかね、いろいろありますが、こちらの方ね、最近使っていてネタじゃなくてマジでいいんじゃないか思いましたので、まあ、紹介をねやっていきたいなと思います。実際ね、ルールによっては勝率が上がったりとか相性いいなって思うことがあったので、そのあたりもね、話していければなと思います。で、ギアについて、早速やっていきたいなと思います。まず普段使ってるギアですね、最近はこちらになります。まあ、ラスパ一足ステジャンをメインにして、インク回復を優先にしたような流れにしてますね。で、これを逆境ギアに変えるとどんな感じかってことなんですけど、ラスパの部分を逆境に変えるだけとなります。まあ、これで、まあ、ラスパって基本的には残り30秒とかカウントが50切ってから発動というところなんですけど、まあ、逆境ギアは味方のデスに依存する発動条件となるので、まあ、スペゾー的な役割っていうところですね。で、この逆境の強化が意外と良くて、やっぱ味方の前衛ってデスしてどんどん前開いていくっていう動きが多いと思うので、その不利な時間をね、後衛一人で生存してるってことが多いんで、スペシャルに還元できるっていうのはすごく強いなと思いました。特に生存率が高い試合とかに関してはスペシャルの回数がめちゃくちゃ上がってたんでね、このあたり相性がいいんじゃないかなっていうところです。で、こちらのギアさらに話をしていくと、まあ注目したいのは後衛の生存に関する強みを最大限生かすというものになります。後衛基本デス数が少ないですよね。まあ、人によっては前にガンガン出てデス数が重なる人もいると思いますが、その生存時間っていうものを有意義にするためとなります。そのため、そもそもデスが少ない立ち回りがないといけないっていうのがありますので、その点だけ注意をしておいてください。それでは実際に採用したプレイ動画を流しながら、その強みとかを紹介できればと思います。早速いきましょう。はい、じゃあ試合を見ながらね、やっていきたいなと思います。まあ、逆境の強い部分を中心にね、話していければと思いますので、まあ、試合経過とか見ながらね、参考してもらえればと思います。で、今回オヒョウでエリアですね。結構ね、この時は実験的な感じでやってたんですけど、まあ、エリアを初動取られてっていう感じだね。で、逆境を貯めるシーンとかにね、注目してもらえるといいかなと思います。まあ、この辺りはね、通常の衝動と変わらないと。もうずっと人数有利なんで、逆境は特にっていう感じですね。まあ、こういう時にね、スペゾーとかあると、さらに回転が良くなるっていうところです。で、ここから押し込みの部分となるので、まあ、前衛が前に出ていって、デスが重なってくるかなというシーンになります。でね、ここでね、味方が死んでくれると効果は分かりやすいんですけど、キル取っちゃいましたね。全く逆境を活用しない。で、ここで人数フリーなんですけど、スペシャルゲージ見てもらうといいんですけど、結構増え方が早かったんじゃないかなと思います。まあ、じわじわ伸びていくんでね、自陣の塗りとかしながら、足場塗りをしながらするとっていうところです。で、ここら辺、まあ、人数より取ってまだスペシャルを使えると、まあ、この辺り生存してたからね、だいぶいいなと思います。で、今塗ってるところの伸びを見てもらってるんですけど、この時の塗りしてる時ってそこまで増えないんですよね。さっきの後半、まあ、デスする前と比べるとっていうところですね。で、またこの辺り人数が同じになったので、逆境は発動してないという状況です。で、なるべくやっぱ生存大事だね。この人数フリーの時間にどれだけ逆境で効果が出るかっていうところ。ただ、相打ちの味方がいたりするとあまりないっていうところですね。で、逆境のいいところっていうのが、人数差が大きければ大きいほど発動ができるっていうところになります。なので、まあ今のところ人数が3対4が最大なところなので、そんなに発動しないということですね。で、ここでも一人差なので、ちょっとずつちょっとずつ伸びていってるっていうところです。で、ちょっと早かった理由としては、一人差だったんですけど、違う理由としては、ルールが相手に取られてたからっていうところですね。ペナルティ分もらってるっていう感じです。でもだいぶね、生存しながらスペシャルも自分で塗りながら貯めるっていう感じです。で、ここ人数優取ったんで発動はしないと。こうやって見てみると、逆境は本当保険みたいな扱いなので、
なかなか発動しないところです。ただ強みとしてはやっぱ人数が少なくなった時に普段よりもスペシャルが溜めやすいっていうのは特徴ですね。まあこれはちゃんとね、味方と連携取れてるから OK でしょうっていう感じなんですね。今フリーになったんでちょっとずつちょっと溜まっていってます。この辺りは塗ってないのにもかかわらずやっぱ増えてましたね。はい、でスペシャルがまた使えると。まあメガホンはね、距離に関わらず使えれるんで、こういうところの使い方はかなり強いのかなと思います。あ、ほんと保険だよね。濡れない時間とか攻撃に集中してる時に味方がやられててスペシャルがいつもよりも溜まると、一発の塗り恩恵がでかいんで、こういったところがねすごくいいんじゃないかなと。で大事なところとしては人数不利になった時に効果を発揮するんで、まあ、こういったシーン今一瞬で溜まったけど、なるべくベスをしないように、かつスペシャルも使い切るっていうのが大事かなと思います。結構ね2デスした時に焦って自分もベスすると一気に悪くなるんでね。で今このすごく溜まりが早いと思うんですけど、めちゃくちゃ早いよね。でこの状況ですぐ打開に持っていけると。で2枚落ちでも、まあ、スペシャルによって味方と起点作れるんで、まあ、こんな感じで操作もできると。でさらに人数不利の状況ができてないんで、まあこの状態はね、とりあえず頑張るっていう感じかな。で、少しずつ溜めてて、少しでも人数不利の時間ができた瞬間に、スペシャルが溜まりやすいっていうのができるんで、まあここもね、少し前出てご利用ししましたが、スペシャルが溜まって一気に打開もできるというようなところとなってます。ここちょっと危ないけどね。でこういったところもできるだけベスを抑えつつって感じ。危ねえな危ないな。逃げたで人数フリーで逃げてる時間とかも少しずつスペシャルが溜まるんで、まあ、この辺り有効活用したいね。で味方がここナイスすぎる。でエリア取った。味方が素晴らしいね。でまあ普段通り塗ってるとまあこうやって溜まるっていう感じですね。でまあ見てもらうと分かるんだけど、本当人数不利ができた瞬間のスペシャルの溜まり具合っていうのがめちゃくちゃいいんだよね。でさらにスペードもつけてればさらに伸びもいいんで、まあ、逆境だけに限らず塗りを良くする人であればスペードとも相性がいいのかなと思います。でここ22なんで発動はしないですよ。この同じ人数だとね発動が一切しないんでね、あくまで人数差がある時だけなんで。ああでもね、人数差がある時ほどこう打開のチャンスが生まれるっていうのはすごくいいのかなと思います。では2戦目いきたいと思います。まあ先ほどはね薬莢を貯めてるシーンとかちょっとどんな感じで増えるのかっていうのを注目をしてもらったわけですが、もちろんこの薬莢を採用するにあたって注意というか気をつけるべきこともよくあります。でどういうことをしちゃいけないかっていうと、まあ、デスしたら無駄になるっていう意識を上げることですね。とりあえず逆境ギアに関しては人数が一人でも勝っていると発動しません。なのでどんな状況でも、自分だけは死なずに人数不利の状況を作っておくっていうのが大事になります。まあ死ななければね、それだけチャンスというか恩恵をもらいやすいギアではあるので、まあ、デスをしないっていうのが大事ですね。まあ、人数不利で矢倉乗っててさらに伸びるのが早いっていうね。矢倉は特にね乗ってるとスペシャルゲージが伸びるのと合わせて逆境も合わさってめちゃくちゃ速くなるんで、まあ、なるべく乗ってスペシャルを稼いでいきたいところで、この状況でも逆境発動してるとゲージの伸びっていうのが早いんですよ。まあ、デスしたからちょっと無駄になったんですけど、まあ、それでもね人数不利の状況が続くとスペシャルゲージが伸びやすいんで、矢倉だったら押し込みの際にもさらにスペシャルを活かせるっていうのがありますね。でこの状況伸び早いよね。塗ってない時間に1メモリぐらい溜まってたもんね今ね。まあ、なのでやっぱこういう時にデスをしないでスペシャル溜まってまた使うで打開のチャンスにつなげるっていうこの流れがね、作れるのが強いなと思います。まあ一番はねデスしたら無駄になるっていう意識が上がるんで、結構生存意識上がったなという認識はあるかな。正直無理な動きをしないっていうよりかはそういうデスに対する意識が上がったっていうところ。だから味方のデスに関してもねそんなに気にならないけどチャンスになるんでそこに気にならなくはなりましたね。でゲージ見てもらうといいんですが、
移動中もちょこ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 溜まってます。これがでかい。まあ、前線からね下がりながらとか逃げるときにスペシャル溜まるっていうのは結構でかいんで、まあ、ただここは相手がいいカバーというかね来たね。で先ほどもちょっと話したんですけど、今回のギアっていうのがあえてスペゾーをつけてないギア構成になってるんですよ。まあ、逆境がどんくらい効くのかなとかいうところでやってたんで、スペゾーはつけてないです。なんですが、あの無理ポイントで言うと逆境ギアって自動で溜まるスペシャルが増えるっていうだけなので、実際のところスペゾーを積んでた方がもっと回転はいいです。なので逆境でなんか足りないなっていう人に関してはスペゾーを積んで、ちゃんと足場も塗って調整するっていうのがベストかなと思いますね。ここ味方さんないですか。あーギリギリ止めると。で、まあスケゾーの話もあったんですけど、あの逆境の効果について詳しくちょっとここで話していきたいなと思います。まず逆境の効果が発動できるのは人数不利ができた瞬間ってなると、デスの時間が約 8.5 秒となってます。ということはこの 8.5 秒間は最大でギアの恩恵を受けることができると、スペシャルを増やすことができるっていうことになります。で、じゃあこの 8.5 秒間、まあ、1秒あたりどれくらい増えるのかっていうところで言うと、まあ、このあたりは有識者の調べによると 3.24 ポイントとなります。これ毎秒ですね。で、この毎秒なんですけど、例えば人数差が1人なのか2人なのか3人かによって変わります。だいたい 3.24 を倍々していった感じですね。なので2人有利だと 6.48、 3人有利だと 9.72 となります。でこれ、まあ、人数振りだったらどんどん増えるっていう話なんですけど、あの最大がねめちゃくちゃでかいんですよ。で1人有利の場合 27.54 なんですけど、2人になると倍の 55.8 で、3人になると3倍の 82.62 と。でトラストの場合はスペシャルが190となっているので、約半分ぐらい、まあ、40% ぐらいは逆境で稼ぐことが可能となります。ただまあ平均的にはまあ1人差っていうのが多いので、まあ27、30ぐらいが回復できるっていうことですね。じゃあ回復30ってどんくらいなのって話なんですけど、まあ、トラストで言うとスペゾーをつけて 1.2 とか 1.3 つけて、だいたい3回か2回振ったぐらいのメモリの恩恵かなとなってます。まあそれがね何も無理行動せず手に入ると思えば、特に足場がない状況、濡れない状況で耐えるというかスペシャルが増える状況が作れるっていうのはかなり強いのかな。まあ押し込みでもね、引きでも両方でもスペシャルを貯める時間が作れるので、そういった意味ではすごく強いのかなと思います。はい、ということで2試合見ていただいていかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね試合見ながらここでこういう風な感じという風にやってきましたが、まあ、正直逆境舐めすぎてたなっていうのがありますね。ずっと気になってたのよね、逆境めちゃくちゃいいんじゃねえ光栄と思ってたんだけど、まあ、強化が入ってよりこうデスに対する理解とかしてから使ってみると、思ったよりもねその生存した時の恩恵が受けれるなっていうのがありましたね。なんかこのタイミングでスペシャルいつもたまらないんだけどなんか使えるみたいな感じです。でだいたい平均するとスペシャルの回数がね、まあ5回から6回とかだったんですけど、平均が6から8回くらい上がってましたね。で味方のデスがすればするほど回転率も良くなっていくので、まあ負け試合でもそれなりにスペシャルを履けるっていうのはありました。で何よりフリー状況で塗りが少なくても溜まるのがいいっていうのがいいですね。ほんとこれにつきます。だからデスをしない人、光栄使ってデスが少ないっていう人には少しおすすめなのかな。でも少しだね少しっていうところが大事です。でラッパと違って味方依存の発動効果となります。まあ、ラッパに関してはルールに依存するところですね。なんですが逆境は味方依存となってます。まあ、味方のデスをプラスに変えれるっていうのが一つのメリットとなりますので、まあ光栄としてはめちゃくちゃ相性がいいんじゃないかなと思います。まあメガホンはね射程関係なく使えますからね、このあたりはとてもいいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。